マリス製品のメリットですね。僕がタマリスさんの製品を使ってて、これはめちゃめちゃいいなって感じたやつをあんまりうさんくさくない程度にちょっと紹介しようかなと思ってます。ジェルオキシ、はい、ジェルオキシですね。最近出たやつなんですけど、ハイライトとかバレイヤージとかのホイールとホイールの間塗りとかがやっぱりこう粘性が硬いとすごい塗りにくいかなと思うんですけど、ジェルオキシを1剤に対して例えばオキシ 3% 等倍とかでやってる場合は、そこに、オキシ分の 20% とか 30% 混ぜることで粘性がかなり上がるので、早く塗れるので、早く塗れるということは塗りムラが少なく済んだりとかっていうところにつながるかなと思ってます。あとはブリーチアフターのオンカラーをドライ、一回ドライしてからオンカラーする方もいるんじゃないかなと思うんですけど、そういう時のハイダメージ部分のコーミングのしづらさっていうのを防げますね。さっきの動画の中でも使ってたので、そのぐらいの配合量で使ってもらえるとスムーズにブリーチカラーができるかなと思います。あとはピンク、レッド、オレンジ系のカラー剤ですね。特にうちはこの画像に載せてるカラー剤は全部取ってます。うちはプリコットもモーブもパールピンクもですし、スカレットですね、取ってますね。特にパールピンクをめちゃめちゃ使いますね。シャンプーでピンクってやっぱ流れるイメージが僕はあるんですけど、他社さんのやつだと、タモリさんのやつだとハイダメージ部分ほど絶対って言ったらですね、もうかなり安定して流れないですね。ブリーチしてオンカラーして、その後にシステムトリートメントとかしていろんな材をつけてトリートメントでカバーしたとしてもまだ残ってくれるぐらい安定感のある赤みですね。信頼感が置けるので、タモリさんのパールピンクに関しては僕のミルクティーは必ず混ぜるようにしてます。次、ヘアケミストラインですね。ナンバーワン、ナンバーツー、すでに使ってる方もいると思うんですけども、このナンバーワンがプレックス剤で、ブリーチ剤の1剤と2剤の総量に対して 5% が規定の量になってますので、全部合わせて 300g だとしたら 15g とかですね。ワンプッシュ 1g で設計されてるので混ぜやすいし、原力もそこまで少なくなくて、しっかりキューティクルを保護してくれるプレックス剤っていう感じですね。でナンバー2が中間処理なんですけど、もうこの2つがあるかないかでブリーチワークがめちゃめちゃ変わってくると思ってます。さらに、アローブシャンプーの DE を使うことによってシステムのトリートメントしなくてもサラッサラな質感出せますね。これはめちゃくちゃビビりました。知り合いの美容師さんで、L っていう美容室の酒井さんという人がいるんですけど、その人が紹介してて、うちはもともとアローブシャンプーの CO っていうくせ毛用のシャンプーを使ってたんですけど、それもそれでまためちゃくちゃいいんですけど、ハイダメージモの方にはこれがいいっていうふうに聞いたので、使ってみたところ本当にすごい効果を実感できたので、ハイブリーチサロンの方とかブリーチモをしっかりケアしたい、システムトリートメントする、でもないかなみたいな時はこれを使ってみてください。はい、これメリットです。ミルクティーレシピ集ですね。主に、あんまりこう混ぜすぎるといろんな事故も起こりやすいですし、少しだけ薬剤を作り足したい時とかも混ぜ合わせれば混ぜ合わせるほどすごい複雑になって、事故とかにつながりやすいかなと思うので、シンプルなパターンでお伝えしようかなっていうところで、この3つほどのレシピになっております。このレシピは、最後にタマリス東京さんのインスタグラムのアカウントでも投稿するので、そちらの方でも確認していただければいいかなと思います。まずは画像1枚目のティーラテ8、ティーラテ10が1対1、オキシ 3% ですね。根元から塗ってます。このモデルさんの場合だとブリーチ2回ぐらいですね。ちょっとこっくりした色のミルクティーにしたい場合っていうのはティーラテを主に使います。ピーチラテだとピンクベージュの要素が強いので、どちらかというとティーラテ主体でやった方がいい色が出ます。ティーラテ自体も単品でかなりいい色を持ってて、ベージュベースなんですけど、ピンクとラベンダーとモノトーン、ちょうどいいバランスで配合されているので、ブリーチモに恐れずに単品使いできるいいカラー剤かなと思ってます。8単品だとアンダーが17レベルとか、特に18レベルぐらいいくとかなり濃く出てしまうので、それを10と割って9のティーラテを作るみたいなイメージですね。ティーラテ10単品だと染めてる時はかなり濃く見えるんですけど、シャンプーすると、薄く仕上がってくるので、ムラが少しある場合っていうのはもうちょっと濃く入れた方が
綺麗に見えやすいので、このぐらいの配合が、失敗が少なくてベストかなと思ってます。次2枚目ですね、ニュートラルグレージュ12単品。これは10トーンとかだとかなり濃いグレーに仕上がっちゃうんですけど、12トーンだと、薄いモノトーンラベンダーちょっとピンク入ってるグレーみたいな感じの、材なので単品仕様でも問題ないです。動画でも使ってたと思うんですけど、クリアとあれは1対1にしてましたけども、逆にクリアをもっと少なくしてニュートラルグレージュ単品に対してクリアを 10% とか 20%、 逆にちょっとこう白く抜けちゃってる部分があるとかだとブラウンベージュとか 10% 入れて、さらにパールピンクの10トーンとかを 10% とか入れてあげると安定感はかなり増すかなと思ってます。はい、次ピーチラテ8とモノトーン10と、ナチュラルブラウン10、さらにクリアですね。僕は、普段のサロンワークは、塗り分けしたりだとか、あれだけワンカップでって言ってますけど、履歴が複雑な場合は絶対塗り分けするタイプで、このぐらいの複雑な配合が基本的にベースなんですけど、やっぱりこれはちょっと慣れがいるので難しいので、あんまりこう強くおすすめはしないんですけど、こういう複雑な配合も全然ありかなと思ってます。ピーチラテ8で濃いめのピンクベージュで、赤みの柔らかさっていうのを作りつつ、モノトーン10で、ピーチラテの赤みを消しに行って、柔らかさを青みで締めるみたいな感じですね。それだけだとピンクとアッシュで色味が触れてるのでブレやすいですよ。なのでブラウンを入れてあげて、さらにそれをクリアで割ることで、ちょうどいいメイドに仕上がるかなと思ってます。それが画像3枚目の、王道ミルクティー的な色味ですね。これぐらいに仕上がるかなと思ってます。こういうレシピを参考にしてもらって、僕も毛束で調べまくったので、もうぜひぜひこれをそのままやるのでもいいですし、自分なりに考えて配合してみて試してみてください。というわけで、施術動画を撮ったモデルさんでサロンスタイル撮影もやってますので、そっちの動画に行きたいと思います。はい、どうぞ。はい、というわけで、撮影動画いかがだったでしょうか。あんな感じで普段は、サロンモデルさんを使いながら撮影してます。こっからはですね、綺麗なベースブリーチを作れたけども、オンカラーも綺麗にうまくいったけど、スタイリングどうしようというところですね。可愛く撮るためのまずは可愛いスタイリングっていう部分を
細かく説明していこうかなと思ってます。スタイリング&サロンワークですね。ストレートの質感、まあ、この画像1枚目と下の2枚目見ていただければ分かるかなと思うんですけど、まっすぐな感じのラインを意識した、気持ちモード目なボブのテイストのスタイリングと、その下の外ハネなんですけど、反り返るような強い外ハネではなくて、パネルの、アイロンの幅分ぐらいちょっと外ハネしてる、ニュアンスの外ハネボブ、この質感とか、細かな毛先の向きの違いっていうのを意識してます。何を基準に考えているかというと、お客様のファッションだったりとかメイクももちろんそうですし、その日の仕上げた色とか、まあ、上着とトップスが白で上着がめちゃめちゃ派手なんだったら、髪色がそれと合ってるかどうかですね。あとは上着をお預かりしてシンプルな服の方で撮ったりだとか、いろいろ工夫はしてます。ストレートの質感で大事なのは、こう不自然じゃないツヤですね。ツヤは絶対大事なんですけど、出しすぎると逆に気持ち悪くなってしまうので、そこら辺を、うまいことやった方がいいかなと思います。まあ、タマリさんだとスタイリングケアとかそういう、こうスプレー系を使ってですね、セット力のないスプレーを使って表面振りかけながら少しコーミングすることで、毛先のパサつきっていうのはオイルで抑えれるんですけど、根元から中間までのパヤ毛というか枝毛に関してはアプローチしにくいと思うので、そこら辺をスプレーで細かい粒子でアプローチすることで、不自然じゃないちょうどいいツヤが出るかなと思ってます。お客さんは僕は全員にかけてますね。はい、枝毛一本一本にこだわる、アイロンをするときになんとなく通すのではなくて、細かく特にサイドとかバックサイド、もう5パネルなり10パネルなりしっかり細かく取って、理想のツヤ感になるまで枝毛を一本一本しまい込むようなアイロンの角度でアイロンをすることを心がけてます。どっちかというと、カラーは僕はもうたくさんミルキティをやってきたのでそこまで難しくないんですけど、このスタイリングっていう部分に関してはカウンセリング、例えば10分20分かかったら仕上げはもうめちゃめちゃ時間かけて、絶対に誰が見ても原宿中の美容師が見ても可愛いよねって言えるレベルまでじゃないと返したくないっていう思いがあるので、多少混んでて忙しくてももうスタイリングとアイロンワークとかはめちゃめちゃこだわってます。その際にやっぱアイロンの温度に気をつけないと、当日仕上げたペールトーンとか明るめのカラーを台無しにしてしまったりっていうのがあるので、マックス160度ぐらい、いけるのであれば140から150の間でやってます。これがアイロンを使うメーカーとかプレートの材質によって変わってくると思います。まあ、あまりこう質が悪いセラミックみたいなやつは基本的に絶対使わない方がいいんですけど、ヘアビューロンとかリファとか最近流行ってますよね。あそこら辺のプレートのクオリティになると180いっても全然平気です。ですが基本的にはやっぱり160度で細かくアイロンを取ってスタイリングしてます。スプレーとオイルとアイロンの使い分けはですね、僕は前髪だけハードスプレーで崩れないように細かく固めて、その他はスタイリングキュアとか使ってツヤを出しながら、毛先もオイルをつけてダメージ感をカバーしてます。一人に対して3つぐらいのスタイリング剤つけるのが普通ですね。僕の中での全然普通です。その場所その場所にあったスタイリング剤を使って360度どこから見ても絶対に可愛い状態を作ってやるぞぐらいの気持ちで作ってます。あとはスタイリング剤にこだわるですね。まあ、どうこだわるかというと、ツヤ出しスプレーだったらどのぐらいの細かい粒子の細かさがどのぐらいなのかとか、まあ、オイルも軽いか重いかだとか、その諸々に一個一個こだわってやっていくとスタイリングクオリティが上がるかなと思ってます。より可愛く見せるテクニック、まあ、どの部分をどう見せたいか、もう書いてある言葉の通りですね。根元のカラーをよりで撮りたいのかとか、ストレートアイロンで作るしっかりまっすぐなストレートタッチなのか、コテで作るストレートなのか、コテで作るストレートは、画像の一番左上みたいな感じで毛先に自然な丸みが生まれてるかなと思うんですけど、アイロンによってもできるストレートの質感っていうのはかなり変わってきます。次ですね、ダメージレベルと毛先の重さに合わせる。ダメージレベルが高くて毛先が切れすぎたり、不揃いな方だと、シンプルにバックスタイルを取るとやっぱりカットラインが綺麗に見えないので、でもやっぱ切りたくないっていうお客さんもいると思うので、そこはもう毛束を集めて持っちゃって、根元から中間の色味のクオリティとツヤ感で勝負したのがこの真ん中の画像の方ですね。毛先が切れまくってたんですけど、どうにか可愛い
見え方ないかなって研究して、その時にあって思ってやった感じです。トレンドの変わる感、ウェーブ感をつかむ。基本的にやっぱトレンドっていうのはナチュラルで今は来てると思ってます。なので変わる感とかウェーブ感も緩くて柔らかいナチュラルな質感の方が今っぽいかなと思ってるので、しっかりした波巻きとかミックス巻きっていうよりかはちょっと中間のリッジはあるんだけど毛先がだれてるみたいな質感の方がトレンドっぽいと思うので、一番下のような画像の変わる感をちょっとぜひ真似してみてください。アプリとレタッチですね。基本的に VSCO、 僕はビスコって呼んでるんですけど、 iPhone のアプリストアで撮ってます。まあ、無料のコースもあれば、僕は有料のコースでやってるんですけど、この数値だけとりあえず覚えておいてくれればいいかなと思ってます。左の画像のようにちょっとこう光が当たってる部分と当たってない部分での明度差の違いだったりとか、夜の室外の部分の見え方の違いっていうのが右と左で変わって見えると思うんですけど、ちょっと数値をとりあえず読み上げていきますね。露光がプラス5から 1.5、 コントラストマイナス 0.5 から 1.5、 サイドマイナス 0.5 からプラス 0.5、 ハイライトが 1.0 から 3.0、 シャドウが 1.0 から 3.0、 ホワイトバランスが色温度ブルー 0.5 から 1.0、 ティントがピンク 0.5 から 3.0、まあ、これだけ見ると何言ってんだよっていう感じなんですけど、実際にビスコをダウンロードしてもらうと、あ、ここをいじったらいいのねっていうのがだんだん分かってくるかなと思います。あとまあ不自然じゃないほどふわっと柔らかい光を回しつつ、ちょっとティントで赤みを足して青みで空間を締めてあげると、まあ、綺麗なミルクティーに見やすいかなと思うんですけども、この時のマインドがですね、次いきます。レタッチのマインドとテクニック、これもまたそもそも論なんですけど、できるだけレタッチしなくてもいいように撮るっていうスタンスが大事です。レタッチに頼ってしまうと雑味が多くなってしまって、画像としてのクオリティが下がったりだとか、そもそもその色じゃない色にレタッチで仕上がっちゃったりだとか、それはやっぱ嘘になっちゃうので、僕は良くないことなのかなと思っているので、 iPhone で撮ったら暗く見えるんだけど、ニキクアンだとかなりいい色っていう色もよくあると思うんですよ。っていうのに近づけるための手段として使ってますね。なのでレタッチする前提というよりかは、できるだけしなくてもいいように撮ることがまず大事です。はい、次、ナチュラルなのかカジュアルなのかフェミニンなのかモードなのか。僕自身ここにかなりこだわってて、やっぱり髪の毛だけ浮くと良くないなと思ってるので、そのお客さんのバックボーンだとか生活環境、好きなブランド、好きな芸能人とか、どこにショッピングに行くのかとか、お客さん自身がおしゃれかどうかは置いといて、その人に似合うもの、さらに似合うんだけどお客さんがちょっと無理をすれば似合うっていうところまで僕らがいかに連れて行ってあげるかなっていうところも大事かなと思っているので、そういうお客さんのジャンルを考えて撮るっていうのが大事ですね。次、柔らかく光を回す。やっぱ直射日光とか光を直接当てるっていう行為は、肉眼で見た光と違うだと思ってて、やっぱりこう直射日光でずっと生活するわけではないので、そこら辺を考えた時に全体的に柔らかい光を回すっていうことが、撮る時の大前提だと思ってます。オレンジの光ではなくて白い光ですね、蛍光灯とかの白い光を全体に回してください。あとはまあ肉眼を大きく超えないですね。これはまあ画像としての嘘をつかないっていう風なところで、やっぱこう信用にもつながってくると思うので、仕上がった時に全然インスタと違うじゃんっていうのが僕はこう怖い部分でもあるので、真実を伝えるようなインスタにしてます。あと赤みを足して青みも足すですね、まあ、先ほどのアプリでの数値の説明の時にあったんですけど、参考にしてみてください。次、構図を考える。グリッド線っていうのを知ってる方もいるかなと思うんですけど、僕は iPhone に常にこのグリッド線を出してます。 iPhone のカメラ設定でグリッド線を出すか出さないかみたいな設定があるんですけど、それをぜひ出してみてください。どんな感じかというと、こう画像が線で分割されるんですけど、まあ、9分割ぐらいになります。で、9分割ぐらいになったところの交差してる線のところに撮りたい対象を持ってくると綺麗に見えるよっていう感じですね。はい、これはうちのスタッフ全員じゃないですかね、でも撮影やってるとすっごい大事だなって感じます。まあ、このグリッド線を参考にしながら、フロント、サイド、バック、どこからどう撮るかっていうところに狙いを持つですね。なんとなく撮っていい感じになったと、狙って
いい感じに取れたは絶対にクオリティが違うので、いかに狙いを持つかというところで、ボブだとやっぱりちょっと斜め前から回り込んだりとか、抜け感を出すためにさらに耳をかけたりだとか、カットラインを出すために真横から取ったりだとか、ミディアムぐらいだとちょっと斜め後ろから取ってプツッとカット差を出したりだとか、あとロングだと真後ろから取ると古臭くなっちゃうので、斜め前から抜けで取ったりだとか、その都度狙いを持ってなぜそう取るんだっていうのを自分の中で言語化しながら取るようにしてます。でオレンジライトや直射日光を避ける、これも結局髪色も可愛いしお客さんのファッションも可愛いんだけど、撮ってる写真がこれで台無しになっちゃうっていうのが多々あるので、この画像3枚に関しては日陰の日光で撮ってます。お昼ぐらいですね、2時3時ぐらいに撮ってます。思ってるより引いて撮る、これもかなり重要で、インスタグラムに投稿すると、上が切れたり下が切れたり、投稿すると寄っちゃうんですよね、画像自体が。なのでやっぱ思ってるより引いて撮ることによって、投稿した時にちょうどいい構図とか画角になってます。いつもより、一歩二歩引いて、もうお客さんの髪の毛持とうとしても持てないよぐらいの距離まで引いて撮ってみてください。あとは、8273の法則、これはですね、まあ、美容室皆さんもご存知かと思うんですけど、島さんが、よく言ってるらしくて、僕も噂で聞いて実践してるんですけど、どういうこっちゃということで、この水色の画像の女の子が8-2ぐらいですね。何に対して8-2かというと、2が髪の毛、8が余白になってます。髪の毛の範囲、首とか体を除いて髪の毛が見えてる範囲が2割ぐらい、その他の余白が8割ぐらいになるように意識して撮ったのがこの水色の僕の女の子の画像です。やっぱりこう髪の毛をアップで撮ってる画像ってありふれてるんですけど、よく見るじゃないですか、インスタとかでも。じゃなくてやっぱ引いて撮ることによってお客さんの雰囲気、まあ、顔可愛い子だったらガンガン撮ってもいいと思いますし、服がおしゃれな子だったらガンガン引いて服メインで撮ってもいいと思います。思ってるより引いて撮りながら、この8273の法則を使って狙って撮ることによって可愛い画像が撮れますよっていう感じですね。あとはですね、この右のピンクの子は73ぐらいの意識で撮ってます。ただ毎回これだとすっごい引きすぎて自分の好きな世界観じゃないっていう人は、まあ3枚目の一番下の画像の髪の毛とその他が 5-5 ぐらいの比率でも全然可愛いよって思ったりしますね。まあ、寄れば寄るほど窮屈な印象にインスタでアップした時になっちゃうので、まあ、引いて撮ることを僕自身はお勧めしてます。次まとめ、はい、いっちゃいます。まあ振り返りにはなるんですけど、たくさんの派手色やブリーチデザインが流行ってる中、基礎となるハイトーンミルクティーのワンメイクができるかどうかが成長の鍵で、シンプルだからこそ最大の奥深さがある。流行色をアップデートして自分だけのカラー技術にすることで新規指名を呼び込むですね。まあ、僕の一番の願いは、僕はどん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 もっと上手くなるのも大事なんですけど、この動画を通して見てくださった皆さんがですね、明日からブリーチが怖くないだとか、難しい履歴の人が怖くなくて安心してできるっていう自信を持たせることの方が大事かなと思ってます。僕の伝えしたことをぜひ実践してもらって、どんどん新規のお客さんを呼び込んで、お客さんめっちゃ増えたよっていう人は DM ぜひいっぱいいただければなと思ってます。はい、以上がまとめになります。次はですね、質疑応答に移りたいなと思ってます。 6% 3% の使い分けを教えてという質問が来てるんですけども、おそらくこれブリーチと捉えていいんでしょうかね。 3% は根元には基本的に使わないです。6% 2倍で毛先に行っても大丈夫な時は 6% 2倍なんですけど、まあ、ブリーチでに1回2回3回とかしてる場合だと、やっぱりアンダーも違えばダメージレベルも違ってくるので、僕毎回アシスタントに電車で伝えてるんですけど、 6% 2倍が特急列車みたいな感じですごいスピードで明るくなるものだとしたら、 3% 2倍が準急とかみたいな、こうゆっくり来るよっていう感じですね。で最終地点が合えばいいので、最初にこう特急電車で速いスピードでリフトさせて、後々 3% 2倍で準急電車を追いつかせるみたいな感覚のパワーの使い分けです。そこら辺を意識して、やっぱ予約枠もあると思いますし、限られた時間の中でいかに
同じ明度まで持っていけるかっていうのを考えたときに、使い分けは必要ですね。ちなみに 6% 3倍とか 3% 3倍もやります。あとは 6% 2倍でタマリスさんのプレックス材ナンバーワンを送料の 10% 入れたりだとか 15% 入れたりだとか、最近やったのはお湯にタマリスさんのナンバーワンを溶かしてスプレイヤーでダメージ部分に振ってから、さらにナンバーワンブレックス剤が混ざってるブリッツ剤をそこに塗るっていう安心安全な方法を取ったりだとかっていうのをやりましたね。最近ちょっとそれを思いついてサロンワーク中にやったりしました。あとはですね、リタッチダメージアンダー2回ブリッツする時の塗り分け塗る順番を教えてですね。あ、なるほど。バージン毛からかブリーチ基線部がある場合からもまたちょっと変わってきますよね。なるほどなるほど。その当日に2回ブリーチするときのっていう感じで捉えてもいいですよね。はい。ですね。あ、基本的にはですね、2パターン考えがあります。絶対にこの、残留とその他の部分の差が埋まんないだとか、こんなにダメージしてる部分とダメージしてない部分が明らかにあって、ワンブリーチは繋がらないと思ったら、めちゃくちゃ弱いブリーチで一回抜きます。先ほどお伝えしたパウダーブリーチの 3% 2倍だったりとか 3% 3倍で根元を 1-2 センチ開けて一気に毛先まで行って、パッと見ブリーチする前は分からなかったラインがどんどん出てくると思います。で、そのラインがある程度できて毛先のダメージ的にもまだ大丈夫っていうタイミングで流します。やっぱり髪の毛が終わっちゃったらおしまいなので、まずは髪の毛が終わらないようなリフト力の弱い設定、それが 3% 2倍だとかライトナーとブリーチを混ぜたりだとかっていうリフト力だと思ってるんですけど、それで1回塗っちゃって、黒染め部分が中間にめちゃめちゃ浮き出てきましたってなったら、そこをパウダーブリーチ 6% 2倍でアルミホイルとかで挟みながら狙って塗っていきますっていう感じですかね。1回こう炙り出すっていう、炙り出してそこを後で狙っていく方法もあれば、1回目である程度ラインが自分の目で見えてるんであれば、目で見てそこを塗って、リフト力を変えてその他を塗る。でもそれでも追いつかないっていうのを2ブリーチ目で回収するっていう方法もあるので、それがお客さんの予算と時間とその美容師さんの持ってるテクニックとあとレングスとかダメージによって変わってくるんですけど、炙り出してから2ブリーチ目で決めに行くっていうところか、一発目で狙っていくんだけど、修正しきれなかったところを2ブリッジ目で軽く取りに行くとかっていう狙い、大体2パターンに分かれるかなと思いますので、ちょっとやってみてください。はい、ということでですね、ミルクティーレシピだとか、いろんな質問、どしどしあればこちらのタマリス東京カラーさんのインスタグラムにてレシピを、公開しますので、そちらでご覧いただくのと、質問あれば引き続きこちらにお願いいたします。あとはYouTube ですね。うちの我が社のラーファミリアの YouTube だとか、僕自身の Instagram もぜひぜひチェックしていただいてですね、フォローしてもらって、見ていただければいいかなと思います。はい、って感じで本日はご視聴いただきありがとうございました。またエンディング動画もあるので、ぜひそちらを見て、書いてください。ありがとうございます。